じゃん、 SK2 から招待状をいただきました。着きました。お邪魔します。一人で旅行に来ました。じゃん、カードがありました。非日常を彩るものは揃っています。ホテルエッセンスとともに素敵な時間をお過ごしください。素敵な日になりそう。じゃん、着替えてきました。見えます？プレゼント嬉しい、ありがとうございます。このピテラエッセンスと一緒に新生活始めていきたいと思います。よろしくねちゃんと映ってるかな。じゃん、あったかい飲み物準備してきました。甘い匂い。人生について、そうですね、私はなんか新しいことに挑戦してみたいと思ってダンスを始めたんですけど、本当に一瞬で人生がすごく変わったなと思います。忙しい日々を過ごしてたんですけど、ミナっていう人は本当に普通の女の子だと思います実は人見知りでシャイなところもあるし皆さんが思ってるより本当に普通の女の子かもしれません。で、今年の目標はその一人の時間も有意義に過ごすことにしました。いい朝です今日から新しいモーニングルーティンが始まります。じゃん、楽しみ。さっぱりしていてサラサラだからぐんぐん浸透します。すごい。じゃあこのビジョンボードを作りながらお話ししたいと思います。新生活、私は本当にやってみたいことって言われたら本当にいっぱいあるんですけど、旅行も行けたらいいなって思いますし、編み物とかそういう作るものも好きだから、今度はなんかラグとかそんなの作ってみたいですし、自分について知る時間とかお肌の管理もなんか全然気を使えてなかったなって最近思うことが多くて、自分のことをもっと知ってお肌の管理も頑張っていきたいなと思います。ピテラ&ミー。私的には昔よりだいぶ強くなったんじゃないかなと思います。どちらかっていうとスランプが来てそれを乗り越えた時に、あ、自分が変わったな、大人になったなって感じました。昔はやっぱり何やるのも心配ばかりして、自分がありのままでやればきっとうまくいくとずっとそういう思いでお仕事をやっています。新生活の目標はやっぱり自分を大事にしてあげることじゃないかなと。これからがとてもとても楽しみです。